ですよ、わずか3日後に11月10日にね、あの COP26 の閉会を数日後に控えて、米中両国の代表はあの気候変動対策の強化で合意したという共同声明を突然発表したんでしょ。日本でもすごいみんなびっくりするニュースとして報道されたんですが、じゃあこの共同声明の発表に対してケイリー大統領特使は中国との合意にね、もう満足していると記者会見でね早速表明したんです。ということが、要するに11月7日から11月10日までのこの数日間において明らかにね、米中の重要な取引が成立した。7日にまずサリバン長官が、あ、長官じゃない補佐官はね、アメリカ中国に根本的変化をもたらすつもりがない、要するに中国の体制を転覆するつもりがないよと明言した上で、あの数日後にね、中国が気候変動問題に関してあのアメリカのそういう協力のそういう要求に応じて、まあ、協力するよっていうね、姿勢を出して、そこで共同声明の発表になったということ。要するにこの取引がアメリカが中国の体制を転覆しないと約束したことに対して、中国もそれに応じて、じゃあ受けてね、じゃあ中国もアメリカバイデン政権の一番の関心事である気候変更問題に関しては、まあ、協力しますよっていうね、そういう取引が残念ながら、まあ、ここでまあ成立したという旗で、それはまあ10日の話だったんです、共同声明の発表。そうなると、その翌日の12日にホワイトハウスが米中首脳会談の日程を正式に発表して、それ16日にあの米中首脳会談のオンライン会談が開催されたんです。まあ要するに7日から10日12日でこの一連の流れね、もう分かりやすいでしょ。もうあの取引が成立すると、まあ首脳会談もやるよっていう話で、あのしかもこの首脳会談においては、あの習近平主席はね、あのまあ平和的共存を語ってアメリカに対して非常に有効な姿勢を示した。その一方、まあ中国側の発表によれば、その一方バイデン大統領が習近平主席に対して明確に言ったのは、米国は中国の体制を変えるつもりはないと、あの中国側はそう発表したんです。じゃあバイデンは本当にそれ言ったかどうか、アメリカの発表にはないんですけど、しかしさすがいくらなんでも中国はね、アメリカ大統領の言ってないことをね、あの捏造することはさすができない。英語の表現はどうであろうと、おそらくバイデンはまあそれに近いような話を知ったのではないかというのは、まあ私のまあそういう見解ですわね。ということが、要するに米中首脳会談をもって首脳同士によって、さっき申し上げました取引の成立はね、国家元首同士で確認したというのが今回 の、 あのそういう米中首脳会談の一つのポイントですわね。しかしとはいえこういう取引があったとはいえ、さっきも申し上げましたようにね、会談の直前にね、バイデン大統領が中国通信機器排除法にも署名した。それでまた会談でね、人権問題とか台湾問題とかね、持ち出しで中国に対してバイデン大統領は非常に強い姿勢でね、あの中国を習近平を牽制したということも事実です。ということが、要するにアメリカの基本的な、考え方、バイデン政権の基本的な考え方が、中国側が出した3つの要求の維持に応じて、あのそれを受けしたですけども、しかし第2の要求と第3の要求にね、応じるつもりがない。第2の要求は、要するに中国 の、 あの発展が妨害しない、そのために中国に対して制裁をやめてしまうという話。しかしバイデン政権が制裁がまあ、やめるところが、むしろね、あのさらにね、中国の通信機器を排除する法案にも署名したんです。ですから2に、まあ、あの応じない、第3の中国の要求にも応じない。アメリカはやっぱり台湾問題に首を突っ込んでくるということが、要するにアメリカとしては部分的に中国と取引やった成立したものの、しかし台湾問題とか人権問題とか、あの技術的競争とか、そういう意味ではあの米中対立は
今後も続くんです。ただし、まあ、米中対立があるだとしても、アメリカがもう習近平に明確に伝えたのは、対立するんですけど、戦うんですけど、しかしあなたたちの中で入って、あなたたちの体制の転覆はもうアメリカやらないよというね、まあ、一種の習近平に対する 最低限の保証を与えたということです。しかし問題はここですよ。逆にそういうことからすれば、今回この一年の経緯からすれば、結局中国共産党が一番恐れているのは、アメリカが彼たちの体制を転覆することです。しかし考えてみれば、アメリカ側にそういう心配がないでしょ。アメリカ人はバイデン政権は別に中国はアメリカの体制を転覆することをそんな恐れていない。恐れているのは中国の方ということはね、そうなると要するに結局ね、アメリカ常にね、中国の対立の中で常にアメリカが優位に立つんです。そうでしょ。ビビっているのは中国の方ですから、アメリカ常に強い立場を取れるんです。要するにもし完全に対立してね、喧嘩徹底的に喧嘩することになると、あなたたちの体制を潰すぞっていうね、それを落とすことができるんですから、そういう意味ではアメリカが常に立場が強い。しかも考えてみれば、結局習近平の命の綱がね、逃げてるわね、結局アメリカっていう話、常にね、中国が自分たちの体制がね、潰されること、転覆されることを心配してるからなら、やっぱりね、そういう意味ではね、最後ね、アメリカにはもう徹底的にね、対抗することも彼たちがそう簡単ではないというのは、このね、米中対立の背後から、まあ、見えてきた、そういう米中の力関係という重大な話でございます。で、まあ今日は、国内と中国の外交ね、この2つの話、まあ、1つが共産党指導部、最高指導部において、習近平派と反習近平派のそういう、ね、違い、亀裂がもう鮮明になって表面化していることと、もう一つが、まあ、米中が一応取引が成立したんですけど、しかしこの取引から逆にね、アメリカがむしろ中国に対して優位に立てることも分かってきたということです。まあ、今日はまあ以上の2つの話、ニュース解説が、いたしました。いつもながら、まあ、ご視聴ありがとうございます。それではまた来週よろしくお願いいたします。